ヘレン・バンナーマンヘレン・バンナーマンは、チビクロ・サンボをはじめとする、子供向けの絵本で知られる、スコットランドの児童文学作家、絵本作家。最初に広く知られるようになった、岩波書店館のチビクロ・サンボで、ヘレン・バンナーマンと表記されたため、バンナーマンとする表記が、一般的であるが、バナマンあるいは、バナーマンとする方が、実際の発音に近い。 イギリス陸軍の軍医だった夫に同行し、インドのタミル・ナードシュー・マドラス滞在中に、自分の娘たちのために、シカバンとして作ったのが、ザ・ストーリー・オブ・リトル・ブラック・サンボである。この絵本をはじめ、作品の多くの主人公が添えられたイラストからも、南インド、もしくはタミルの子供だと推測されるのはこのためである。彼女の描いたイラストや物話自体には、 人種差別的な強調は含まれておらず、外して子供の利口さや発想の際を褒める物語が多い。しかし、本来シカバンとして作られた絵本を商業的な出版とする過程で著作権の混乱があり、アメリカ合衆国ではオリジナルとは異なるイラストによる違法型数出版され、その中には主人公をアフリカ系の黒人のように描いたものも多かった。また、 サンボという主人公名は、アメリカでは黒人に対する別称でもあったため、これらの絵本はしばしば世界各地で発売禁止になったり、図書館での閲覧が制限されたりすることがあった。日本で1953年に出版された、岩波版、ちびくろ、サンボも、アメリカで1927年に出版されたフランク、ドビアスのアフリカ黒人風のイラストを用いた、ものであった。 そのためもあって、1988年に、岩波版を含むほとんどすべての、チビクロ・サンボが、自主的に絶版とされた。その後、ヘレンバナマン自身によるオリジナルは、チビクロサ・ンボのお話として、1999年に、軽書房から出版された。旧岩波版、チビクロ・サンボは、2005年に、随分者によって、チビクロ・サンボ・チビクロ。 三本にとして復刊された。ありがとうございます。